この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。8回終わって6対1、日本ハムファイターズがリードしています。小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか。まあ、もう本当に慌てないことですよね。もうほぼもう間違いないわけですから、最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。この球は外れています。インコース決めました。ワンボールツーストライクです。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど。さあどう来るか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は3番秋山、有原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。外へのボールは入りません。インコース変化球決まりません。できました。入りました。スリーボールツーストライク。ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。センターに抜けました。山川ヒットが出ます。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス森、まあファイターズとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか。インコース振ってきました。ストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。この球は見送ります。ランナーを変えさせません。
スイングアウト三振、低めの球でした。本当に低め低めを意識した投球でしたよね。初球は何から入ってくるか。あっと取れない、ボールを拾って、まあ点差はありますけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。ストライク、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。ここは決まりました、見逃し三振です。試合終了。試合を制したのは日本ハムファイターズです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。